ちょっとお手元の資料、えー、4ページまでございますが、えー、どこから見,る見たらよいか、2ページをご覧ください、2ページ、二ページ、その上中下段とありますが、その真ん中、中段、新マタイ福音書、24章1950、1950年前と書いてありますが。 イエスが宮から出て行こうとしておられるとって階のねそして上に1233列またオリビアまで座っておられると弟子たちが密かに見事に来ていったどうぞお話しくださいいつそんなことが起こるのでしょうかあなたがまたおいでになるときや世の終わりにはどんな前兆がありますかって聞いてるわけですすると読んでそこでイエスは答えて言われた 人にに惑わさされなないいように気をつけなさい私たちはこんな質問を受けたら「いやそんな難しい質問を言わんといてこれもう忙しいやから」と言うんですがイエスはまともに答えてるわけです4そこでイエスは答えていった人に惑わされるなって言ったんですマスコミに乗るなそれが本当かどうか気をつけろどういう質問に対してイエスはこの4のことを言ったんですか 今見ていらっしゃる2ページの中断の終わり、世の終わりにはどんな前兆がありますかと言っているわけです。ここに1950年前と書きましたが、皆さんもっとご存じの通り、約2000年前です。世の終わりにどんな前兆がありますかと聞いているわけです。ちょっと私、日本人考えてください。日本人は世の終わり考えませんよ。世の終わりにどんな前兆がありますかと聞きますか 2000年前にイエスの弟子が、本当のユダヤ人が、世の終わりにはどんな戦場がありますかと聞いているわけです。このいつら、あほちゃうか。そうですか、その一つ前、ミーというところです。そこでイエスは彼らに向かって言われた。あなた方は、これらすべてのものを見ないか、よく言っておく。その意思一つでも崩されずに、そこに他の意思の上に残ることもなくなる。 何のことか皆さん分かりにくいと思いますがこの24の2エルサレムでイエスを話してるわけですそしてそこにユダヤ教の神殿があったんです神殿が大きな石で作ってありましたすごかったんですほんで周りは金で覆われてそれは美しかったそうです石でザーっと塀を作って今言ったように 金でそれを覆ってるんですから、もうものすごい大変です。ヘロデという王様がいました。これはユダヤ人じゃない。エブス人です。エブス人。が、ローマ帝国から頼まれて、お前はユダヤを統治せえと言われたから、なけなしの金を注いで、ヘロデ王はエルサレムの神殿をものすごい立派にしたわけです。中身は何もない。今言ったようにエブス人ですから、ユダヤ人ではないです。 するとイエスの弟子がイエスとそのそばを通った時に「なんと素晴らしい神殿じゃありませんか」って言ったんです外側のことで興味をしんしんとしたわけですねそれに対してイエスが「すいません一の終わり一を読みましょうかイエスが宮から出て行こうとしておられると弟子たちは近寄ってきて宮の建物つまり神殿の建物にイエスの注意を促した そこでイエスは彼らに向かって言われた次あなた方はこれらの全てのものを見ないかイエスは関心ないですよくよく言っておくこの意思の一つでも崩されずにそこに他の意思の上に残ることもなくなると言っているわけです完全破壊が起きる意思が他の意思の上に残ることもなくなる完全破壊が起きると言っているわけですいつイエスはこのこと言ったんですか今から約2000年前 2000年前、石が他の石の上に残ることもなくなる。皆さん、もし今、エルサレムに行くとかつて神殿のあったところに行くことができる、今ですよ。どこに神殿があったんですかいやここ、ここだと言われています。広い広いです どこにあったかも分かもらないないんでや分かるでしょ石が他の石の上に残ることもなくなる。完全な破壊って言ったんですよ。2000年前にイエスは。今私たち見たらこの言葉の通りだと分かるわ。聖書は宗教の本じゃないと僕いつも言ってるじゃない。えー、真実を言ってるわけです。 だから僕は前に言ったように、わずか19歳の時に、それに気がついたんです。なあよ、これは。世界で一番古い書物が、今の時代のこと言ってないの。特にユダヤ問題については、えらいこと書いてあるわ。だから僕は、以後、今、先ほど言いましたが、78歳になりましたが、大体60年間、研究し続けてるわけです。全然ぶれません。 全然ぶれない次、これが世界のほとんどの人々の常識を作ってるわけです。イスラムの世界、ユダヤの世界、白人の世界、ほとんどは聖書ですよ。ある人は宗教的に読む、しか僕は違うと言ってるんです。聖書っていうのは世界最古の書物で、これが分かってきたら世界の将来までみんな分かるっていうことを言ってるわけです。 今、マタイの24章、手込みましたが、今日は残念ながら、印刷しなかったんですが、今日印刷したマタイの24章の、もう少し後の方行くと、イエスは突然、つまり弟子たちが世の終わりにはどんな前兆がありますかと尋ねた、それに対する答えとして、24章の後とで覚えますが、皆さん、今日持っていらっしゃる中には、印刷してないんです。ノアの大洪水についてて言っている 人々は食べ、飲み、目取り、嫁ぎなどしてる。しかし、地震が来る、ちゃう、大洪水が来て、大洪水が来たとき、人々は初めて気が付くと、イエスは2000年前に言ったるわけです。どういうことや今、4つ言ったでしょ。食べ、飲み、次、目取り、嫁ぎ。結構な話や。 人々は何の関心もなく普通の生活をしとる。だけども洪水が襲ってきてあのノアの時代に多くの人々が気が付いた時には遅かったって言ったんです。ノアの大洪水はイエスよりも3,000年も前です。今私たちが見たら5,000年も前のことや。しかしイエスははっきりノアの時代が来ると言ったんです。 三ダムよわかるなんでイエスは世の終わりのそんな予言の中で突然ノアの大洪水を出してきたやんや変やな間違いやないか違う世界を終わりに導く時にノアの大洪水は関係があると言ったんですつまり大洪水の結果ノアの大洪水の結果世界が全部変わった もし今、三峡ダムが破壊されたら、さっきトヨタ自動車運動なんていうことを言いましたが、それは日本企業も全部潰れますよ。全部とは言わんけども、ほぼ潰れる。中国はどうなる共産党が崩壊しますよ。世界は変わるじゃない、その時に。食料が足りない。貧しい国々はどうなる食料の奪い合いが始まる。先言っ言た日本では ほとんどが輸入してるんですよと、入ってこないですよ、食べ物は。誰かが助けてくれるでしょうか、そんなバカなことはない。安倍総理はちゃんと安倍総理はやめますよ、その時に。そんなも続けるつもりないです。世代はそれで変わるんです。いや、終わりです。イエスは、イエスの弟子が、今日の終わりにはどんな戦場がありますかと聞いてるわけです。そしてイエスがずっと語っていって、 先ほど繰り返しましたがその24章の場合に出てくるノアのことは印刷してないんです。で実際そうですこのイエスに対する弟子の質問は2つですよすみません。